マヌエル・アルミホ。マヌエル・アルミホは、ニューメキシコの軍人であり、州総督を三度も務めた政治家でもある。1837年の反乱を鎮圧するのに尽力し、また、テキサス人によるサンタフェ出生では迎え撃つメキシコ軍を率い、米国戦争ではアメリカ合衆国軍に投降した。マヌエル・アルミホは、ニューメキシコのアルバカーキで生まれ、自身の力で、 財産や名声を得た成り上がり者である。アルバカーキのオールドタウンに現存するレストラン、キャッシド・アーミーホが成果だと言われている。ジョージ・ウィルキンズ・ケンダルによると、羊牧場の使用人として、仕事をしながら、羊泥棒を働き、それを売り裁くことで富を得たという。盗んだ羊をしばしば彼自身の雇い主に対しても、売っていたという。だが、 このケンダルは、1841年のサンタフェ、出生時に捕虜となった、際の経験を記した、著述の中で、アルミホのことをとても口汚く人物描写しているなど、アルミホについて偏った表現をしている、可能性がある。歴史家であるマーク・シモンズは、羊泥棒の逸話について、これは単なる、伝統であり、当時であれば、誰でもやっていた種類のことだとしている。 アルミホは1822年にはアルバカーキの市長となり、1824年には民兵隊員になった。1827年に彼はニューメキシコの総督に任命された。だが、翌1828年にはサンタフェ、当時の州都から自らの地元であるアルバカーキに帰り、そこで、 羊や羊毛毛布を扱う裕福な商人として元の市長業に戻ってしまった。これは連邦政府による総督に対する査察を回避するためだったとも言われている。1836年にアルミホはニューメキシコの税官庁に任命された。この職位は蓄財には格好のものでサンタフェでの仕事も増えた。しかし、 健康を理由としてほとんどアルバカーキを出ず、そこで大部分の時間を過ごしたため、ついには交代させられた。1837年8月に、ニューメキシコ北部の不満を抱く住民らが放棄し、当時総督であったアルビーノ・ペレスを殺害して、州全体を掌握した、1837年の反乱。州南部の住民らは、新しい政府に反対の立場だったが、かといって、 反乱に対抗する反革命をリードする立場になる、有力者は現れなかった。マリアーノ・チャベス、マリアーノ・チャベス、アルミホの親類で、若いが裕福だったは、アルミホに対してこの立場を取ることを勧め、アルミホも承諾した。アルミホは、サンタフェに進軍して自分が知事であると宣言したが、これは、反乱、総督殺害の一報を受けたメキシコ政府が直ちに、 彼を総督に指名したことを受けてのものであった。ケンガルは、その記述の中で、アルミホが自分で自分を総督に指名したことを知らせる、書状を書いたとしているが、事実ではない。アルミホは、政府軍の派遣を要請する書簡を送り、1838年1月上旬には、カイエーターのユスティニアーに大佐の率いる、精鋭のベラクルス騎兵連隊が到着した。 同月後半には再び反乱の火の手が上がったが、アルミホの率いる軍隊がポホアキで反乱軍を制圧した。メキシコの歴史家、カルロスマリア・ブスタマンテーを食ったアルミホの手によれば、彼はあくまで名目上の指揮官であって、本当に指揮を取っていたのはユスティニアーニだったという。ケンダルをはじめとして、アメリカの作家たちは反乱を始めさせたのはアルミホ本人であり、 そして最後にはそれを自分で鎮圧したに過ぎないとして批判している。その根拠として、貿易省で作家でもあるジョシア・グレッグは、アルミホの兄弟がクレッグにほのめかした話として、アルミホは反乱民らが彼を総督に推挙してくれると期待して、アルバカーからサンタフェまで行ったが、アルミホは個人的には反乱に何らの関与もしていなかったので、誰も総督として認めてはくれず、 仕方なく、アルバカアーキに舞い戻って、今度は、反乱を鎮圧する側になったというものだ。歴史家、ジャネット・ル・コンプテは、1837年の反乱に、関して、アルミホが関与していたことを示す、書類上の証拠が何一つないこと指摘して、これを作り話だとしている。1841年に、アルミホは、テキサス人による、 サンタフェ出生の軍隊を撃退することに成功した。彼は、帰国の安全を保障するという、明らかに嘘の約束を承認したのだが、結果として、テキサスの商人と兵士らを捕虜として捕らえ、囚人として遥か南のメキシコまで移送した。アルミホの腐敗についての様々な話は、米国によるメキシコへの侵入を正当化するために、白人社会内部を納得させる言い訳でもあった。 彼がサンタフェの高級売春宿のオーナーであるマリア、ゲルトルーディスバルセロと違法な関係を持っているとも噂された。また、この期間中、彼はアメリカ人に対してのこういううちの払い下げも熱心で、それまでに例のないおよそ970万エーカー、3万9千平方キロメートルという面積の土地の払い下げを承認した。例えば、 1841年1月に、チャールズ・ボービエンとクアダル・ーペ・ミランダは、アルミホニ・サングレで、クリスト山脈東部の土地174万1764エーカー、7048.67平方キロメートル払い下げを申請し、チャールズ・ベント、後のニューメキシコ準州所大知事は、メキシコ市民権がないのにこの土地の一部を得ることが、できた。 タオスのパドレマルチネスがこのことを知って強い抗議を行うと、アルミホはその夏の払い下げを取りやめた。後年、ボービエンが死んだ時、アルミホは土地の払い下げを取りやめたが、ボービエンの土地はその義理の息子であるルシアン・マクスウェルに、それを与えられた。1843年に、テキサス共和国は、サンタフェ出生に参加した人々を拘束したこと、及び、 メキシコによるテキサスへの軍事攻撃の報復のためにニューメキシコに軍隊を送った。この軍隊は200名ほどの規模だったが、遭遇したメキシコの先遣隊を撃破することに成功した。アルミホは500人ほどの軍隊を率いて140マイル、およそ2 3 0トル離れた場所でキャンプていたが、その知らせを聞いて、行転し、逃げた。軍司令官の職辞し、翌年には、 健康上の理由と称して、総督も辞任してしまった。それでも、彼は1845年に3度目の総督職を任命された。翌年、米国戦争が始まり、アメリカのスティーブン・カーニー将軍の率いる1700名ほどの軍隊がニューメキシコ制圧のために派遣された。アルミホはこのことをサンタフェトレールを通ってやってきた。 アメリカ人のビジネスパートナーから6月下旬には聞いて知っていた。アルミホは彼の持っていた事業の権利をこのアメリカ人に売却し、さらにその他の資産類の生産を始めた。ミズーリ州のインデペンデンスから来たキャラバンから大量の武器弾薬を受け取った。8月4日にカーニー軍が現在のコロラドとニューメキシコ間の宗教を超えた頃には権限以上の書面にサインし、 公認者に全てを委任した。8月8日にニューメキシコの人々に対して侵入者を撃退するための準備を進めるように勧告する文書を作成した。8月9日頃、アルミホは何人かの地元で尊敬されているニューメキシコ住民との会談を招集した。彼は戦いたくなかったが、出席した聖職者らはそうではなかった。常備軍の若い指揮官、 ディエゴ・アルチュレータと若い民兵士官、マニュエル・チャベスとミゲル・ピーノも戦うことを主張した。戦争を逃れた難民の話によると、あとの二人、チャベスとピーノが、アルミホに銃を向けて脅さなければ、防衛に関しても何もしなかっただろうと思われている。それから8月12日、または13日に、彼は、ジェームズ・マゴフィンという名のアメリカ人、アルミホの親類の夫で、 アルミホに戦争を止めさせるよう説得したのは自分で、あると後日主張したを迎えた。確認されてはいないが、マゴフィンは九段の会議の人々を金で買収したとされ、後日マゴフィンは米国財務省に、それに要した金額として5万ドルを請求し、3万ドルを受け取った。同じ頃、一部のサンタフェ住民の間では、町にやってきた。 このアメリカ人貿易省を殺害しようという話し合いが持たれていた。だが、アルミホはこれを察知して辞めさせ、また、アルチュレータを解任した。走行ううしながらも、サンタフェの戦いでは、アルミホは、市外から南東20マイル、およそ16キロメートルほど、狭い道を通ったところにあるアパッチキャニオに陣地を構築した。しかし、アメリカ軍が、市界に入ってもこちらからは撃たないことと決めた。 p の、チャベス及び、民兵の何人かが主張して、ようやく大砲を敵に向ける命令だけは発した。カーニー軍が一発も撃つことなく、サンタフェに入場しニューメキシコの占領宣言を行う。前には、ニューメキシコ軍全員は、サンタフェからいなくな、おり、アルミホはチワワまで逃げた。アルミホは、敵前で臆病になり職務放棄したとして、メキシコシティにおいて、裁判にかけられたが、 無罪となった。メキシコシティ滞在中、チワワで、スパイ容疑により捕まったマゴフィンに代わって仲裁人を、務めた。アルミホは、後年ニューメキシコに戻り、レミターというところで晩年を過ごした。ソコロのサンミゲル教会の前の墓地に埋葬されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。